だから、ね、そうそう。でみんな YouTube ではだいたい横にして見られるんで、そうね、この、うん、これです。これが出ます。なるほど、この大きさが。はいはいはい、はい。うん、でも縦のだったら横に黒い線が入るんで、だからあのサイズが重要になります。横で絶対絶対横です。で YouTube の中に例えば写真を入れる時でももう横で撮ったものを入れないとこのサイズにはならないんです。だから動画を撮る時も全部横で撮る。はい、縦で撮ると横に黒く入るんで、まあそれがいいっていう人もまあいるかもしれないけど、まあ、横の方がこんな感じで結局見やすいんで、はい、今携帯の中にあるあの写真とか動画をですね消してます。これがたくさん入ってるとあの YouTube とか作る時にちょっとアップロードしにくくなったりとか、まあ、ストレージが増えるんであの他の動画が落ちにくくなったりするので基本いらない動画や写真は消しましょう。特に動画とか音楽は重たいのであの動画やる人にはねあまりよろしくないですね。で森さんの携帯はね私と一緒で iPhone なんで iPhone 結構いろんな便利な機能もついてますから、まあ、チャッと消せます。で消した後ゴミ箱からも綺麗に取り除いてください。ゴミ箱に溜まってるとそれ消えてません。これ大事です。あと不要なアプリとかもですね結構重いんでいらないのは消しておいた方がいいと思います。ちょっと今 iPhone のすごい消し方を練習。めっちゃ早く消せます。これで一個ずつチェックしなくていいんです。やっぱ携帯はね iPhone が一番使えますね。今ちょっとブドウの写真を入れてサイズ調整をして文字まで入れてちょっとサムネイルを作っています。ちょっとこういう感じかな。なんかいい感じやね。いい感じですか。もうね何回も何回もやりながら覚えていくのが一番ですね。今フォントというのをね使ってます。アプリね、これはサムネイルを作るのにめちゃくちゃ便利で、まあ、文字の大きさや形、あと色とか縁取りとか吹き出しとかいろんなものがあります。で写真とかをあの大きさ調整して重ねて貼ったりとかもできる便利なアプリですね。なんか縁取りもさっき言ったのちょっと入れてみましょうか。縁取り。一番左下のとこにありましたね、うん、アイテムに。アイテムいろいろ開けていかないとね結構いろんなアイテムが入ってるんで、うん、その色に合うあの色で縁取りを選んだ方が。パソコンでやる人たちはねいろんなツールを使うんでしょうけど、うん、私は携帯だけで撮影して編集してるんで、うん、本当にアプリは3つだけ、うんうん、まあ、それをうまく使いこなすみたいな。文字はもう追加せんでいいか、うん、文字縁取り入りました。縁取り、まあ、覚えてます。縁取りスタイルの中にありましたね。スタイル、はい、スタイルの中にね、うん、こういう感じかね。あ、いいじゃないですか。こういう感じ、うん、さっきよりは目立つ、うんうんうん、赤と白の組み合わせも結構目立つし赤に黄色とか、うんうん、いろいろ組み合わせが、ね、そうそうそう。ただやっぱりなんかあんま柔らかい色使うと目立ちにくくなるから、うん、そうね、うん、こういう感じで。あ、そうそう、基本大体3色ぐらいが、うん、あ、3色、ね、あんまりね、うん、もう何色も使うとごっちゃごっちゃになるから、うんうんうん、まあ、あの文字もあんまり入れすぎてもあれだし、うん、まあ、シンプルに3色ぐらいが一番見やすいですね。これで保存、うん、保存、はい、こんな感じで、うん、横にしたら横にこうする、はい、そうです。ここでオンとしてこんな感じでサムネイルができました。編集サムネイルサイズに、うん、
て、覚えてますか、どれやったかな、どの数字だったか覚えてますした、そうですそうです。で例えばこの今出てるのはこうやって調整が効くんですよ、どの画面を持っていこうかなと、サムネイルにこんな感じでですね、自分でアップにもできますから、まあこんな感じで使いましょうか、じゃあこれで一旦保存しましょう、じゃあフォントの方に移りましょうかね。さじゃあ文字と色と、まあ、横にあるアイテムをちょっと入れながら、美味しそうな韓国料理屋の宣伝のサムネイルにしましょうかね。それ押してこれ下まで行っちゃうんで、これは、これを出してんで選んで、でかこれちょっと変、これで完了して四角、多分これで、これでも大丈夫、でこれは押してサイズ違いますよ、これ森さんを押して違うってこれを押してサイズ、なるほどね、サイズで、一番上で、なるほど、こういう感じやね、そうそれで、まあ、この辺ぐらいから出しときましょうか、ね、吹き出し入れとかな、なんかオーナーさんみたい、韓国料理屋のね、そうね、吹き出しいろいろありますよ。そうね、ちょっと今回はこれでいこうかな、ね、こういう感じで、いい感じ、これこういう感じ、そう、ね、こういう感じ、ほら、いい感じやね、ただこれだとちょっと寂しいから、赤とか、こう黄色とかを縁、入れましょうか、じゃあアイテム追加で、上と下よく見ながら、真ん中ぐらいで、これをサイズを、これ幅はもうちょっと横じゃないですか、そうですね、なるほどね、そういう感じか、で今度高さは一番下でプラスをしていけばサイズ調整しながら、なるほど、これで見えるか、そう、あんま韓国っぽいね、そうこんな感じで韓国っぽい、面白いでしょこれ、面白いね、サムネイルとにかく大事、やっぱりパッと目を、ね、引くからですね、なるほど、まあ、たくさんあるアプリをちょっとまとめてます、おまとめ、森さん横ですよ、あそっか、ごめん、やり直し、そうやり直しですね、動画は絶対に横で撮りましょう、オッケー、これは購入か、ビッグカメラかどっか売ってる、売ってます、今通販でも売ってるし、じゃあこれ iMovie に、動画と写真とちょっと落として編集していきましょうか、あ、そっか、写真撮ったんだったら、じゃあその写真サムネイル作りましょうかね、でそれをトップに持ってきましょう、じゃあ先にサムネイルを作って、だから写真の大きさをまず設定して、あの大きさに変えてからデザインしましょうかね、これ明るさがもしあれだったら明るさ調整もついてに全部、ノートに書いてましたね、写真の色とか建物とかきちんとお直し大丈夫ですか、はい、OK です、
あ、いいですね。じゃあそれをサムネイルにしましょうかね。マイムービーは、ね、iPhone だけのもんなんですよね、うん、他のものはないですからね。ムービーです。一番下のムービーです、うんね、で順番にサムネイルが一番です。あ、サムネイルを最初に持ってきて、これを持ってきて、うん、で次が来た動画、これを、うん、そして一番下でムービーを作成、そう、うん、で今動画とサムネイルが入ったんですけど、うんうん、でちなみにこのまま流すと動きますね。動いたら意味がないんですってことは、止めるときは、うん、動かないんですよ。これ毎回せないかん。もちろん毎回オフにする、うん、じゃないと動きます、上下に。でただこれ今見たら分かるけど、あの下とかやっぱちょっとサイズがきちんと、うん、もうちょっと広げてからやってないとやっぱり余白ができちゃってるので、うん、うん、で動画の場合は、うん、まずこれ音ですね、うん、音を大きくします。一番、うん、音、うん、これで音が最大に、これから春のたまに車にまくるんですよ。なるほど、うん、じゃあここに、じゃあ今度はじゃあ文字入れはやったことがあるんですよね。文字、うん、なんかしてたら入ったね、うん、はい、じゃあ文字入れをちょっとやっていきましょうか。文字入れ、文字はこっからですね、いきます、うん、この T をします、うん、T で文字の種類もいろいろあるんですよ、うん、文字の種類、まあ、ちなみに私はこのプリズムをよく使います。お返しするつもりだったけど、なんで上いらないのが入ってます。この上を消さないといけないんですね。これ文字が移動できるし、文字大きくもなります、小さくもなります。これはもうこれはこれでできます。この点点点があるじゃないですか、うん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 、点点点をして、うん、フリップの最後まで継続というのを押しますよ、はあ、これ、うん、戻ってるでしょ、うん、ずっと、うん、で自分が切りたいところ、うん、で切れるんです。これでカットする、この分割、うん、ただ今森さんの話し声が入ってるから、うん、今これから、うん、で分割で、ここの間はですね、ここも選べるんですよ、つなぎのどれか。まあ通常はこれですね、うん、これベースで何が違うかって、画面の変わり方、これが例えば星だとすると、うん、分かります違いが、うん、全部違うんですよ、微妙に終わり方がね、終わり方が入り方とか、これだとちょっと面白い、だって上から今かぶさったでしょ。まあ大体はからですね、これがつなぎ目的にはいいと思います。